さあ行きましょう。はいはい、おはようございます。おはようございます。おいおいおい、ちょっと母ちゃん、えいっぱいなのこれ。いっぱいですよ、人気店みたいなんで。おいおいおい、これやばいな。何取れますかね。ない。いやこんなぐるぐるしたらバターになっちゃうよ。いや本当にバターになっちゃうよこれ。まいったな、まいったな。これ打ったこと一回もないです。まだ一緒だよ。一緒ないですか。まんまい出たって聞いたよ。あ、本当ですか。弁当。なんだこれ。いや、わかんないです。弁当。ちょっと惹かれる部分がある。弁当。一回持ったことないですけど。でも昨日すごい出てるよ。そうですね、4000枚ぐらい。なんでこれだけね、空いてるんですかね。なんだろうな。当然的には一番どれが良かったですか。まんまいはまあ一旦覗いて。断末。え、断末。無言で、無言で座って、無言で。夫婦まんまいの時間だぜ。始まりました。2019年一発目の夫婦まんまいの収録でございます。やっぱあれですか、はい、ニューヨークで充電して元気いっぱいですか。いや、あの時ニューヨークって言わせていただいたんですけども、ちょっとあの飛行機の時間があまりも長すぎると言われた方がいまして、ちょっと予定変更になりまして、あの違う国に。そんなこと分かりきってんじゃん。ちょっと言ってなかったみたいで、はい、彼氏さんの方に、はい、それでちょっとうえってなって。友達の彼氏。あ、そうですね。ちょっと近いところ。中止になったんですか。ニューヨークは中止になったんですけども、有馬温泉に。有馬温泉地形な。もうちょっと遠いところに行かせていただいて。どちらに。ハワイの方に。おい芸能人気取りだよ。気取ってないんですよ、ね、いやもう普通の人もいましたよ。もう芸能人だけじゃないんだよね。お土産用じゃん。あ、持ってきました。お、あの視聴者さん。あ、俺じゃん。視聴者さんに、視聴者の方にお土産は一応。ちょっと本当あの買い物に行く時間がそんなになくて、はい、もうちょっと汚い服ちょっと待って、なんですか、なんですか、ね、これ完全にハワイどっかの人石とかだよな、これな。ちょっと汚い服にちょっと入れっぱなしなんですけど、ちゃんと選んで買ってきたんで。買ったのこれ。買いました。拾ったとかなんかそういうのじゃない、ちゃんとあげていいですか。あ、全然全然。なんで笑うんですか。悪いものじゃないですよ。これなんすか。これあの女性の方にカメ、ハワイといえばウミガメかなと思って、カメのキャンドルを。可愛くないですかこれ。ちょっとなんでしたっけ。海に返してやろう。あ、ろうそくなんですね。ろうそくやつです、キャンドルですね。ウミガメの。それが女性の方がいいかなと思って。まあいい、これが。それあのカメ、ウミガメ。あのこれ後ろで栓抜きですか。栓抜き、磁石にやって冷蔵庫とかにつけれるカメ。え、よくないですか。あ、いいですね。これをちょっとプレゼントに、はい、なんですか。これ1名様ですよね。あ、1名、どっちでもいいです。1名様にしましょう、はい、ちなみに父ちゃんにもあります。父ちゃんにもあります。今くれんすか。今一応金目のもんがいいな。ちょっとそんなこと出しにくくなるじゃないですか。父ちゃん明日誕生日じゃないですか、はい、だからあのハワイのお土産兼誕生日プレゼントということで。一応あのこれタイトルがありまして、癒しの時間をっていう。癒しの時間を、はい、じゃあこれ今開けていいですね、はい、どっち開けた方がいいですか。これ2つありますけど、これ一応、はい、まあ、これを開けてもらって。はい、わかりました。これあのハワイで。ハワイで、そうですね。ハワイの癒しの時間って何すか。すみません、この年で普通のくせえぞ、マグネシアンカンくせえんだけど。なんでこんなくせえの。え、1個だけとりあえずあの、はい、わかりました。あ、コーヒーです。ハワイのコーヒーを。俺ハワイの粉コーヒー大好きなんですよ。あ、本当ですか、はい、4種類入れてるんで、それコーヒーを飲みながらこのハワイの有名なクッキーを食べていただいて。 ありますよね。ああ、で、食べていただいて、はいはい、私の、ファースト DVD 出してるんで、この DVD を見ながら、まだある、まだある。いやいや、まだある、まだある、まだある。
このキーホルダー、これ意味があって、こっちはありがとう、こっち向きが、そうです、ありがとう、こっちがありがとう、こっちが頑張ってっていう意味なので、コーヒー飲んで、クッキー食べて、私の DVD を見ながらお仕事頑張ってください、いつもありがとうございますという癒しの時間。お前が頑張れって、私が頑張れっていう、っていう。これなんすか、俺これ衝撃なんですけど、私の DVD 出したんですよ。じゃあこれをつけましょうよ、視聴者のあれ。いらないってことですか。いやいや俺はいいですよ、遠回しにいらないっていうことじゃないですか。いや遠回しじゃない、はっきり言います、いらないですよ。いらないんで、これもつけてあげましょうよ。あ、今となってなかなか買えないですよね。今もうね、売ってないんですよ。ですよね。そうなんですよ。あのさっきの亀のキャンドルと、はい、あの亀の栓抜きとこの DVD をセットにして。父ちゃんいいんですか、本当に後悔しないですか。売ってないですよ。大丈夫大丈夫、いいですか。大丈夫です。すごいですね。ピンクドキドキキス。そう、ピンクドキドキキスっていう。ピンクドキドキキス。パチスローにちょっと絡んだ曲になってるんで。PV なんですか。PV です。ああ、なるほど。じゃあこれを。じゃあこれさ、3点セットで。3点セットで。じゃあ3位書いてあげる。わかりました。はい、正直本当に出し方もわかんないし、打ったことも。まあ後継族だね。後継族。うん、引くしかないね。普通に当たっても本当に100枚200枚で終わっちゃう。まあでも出たものは800枚でした。でもないよ、800枚。私100枚、その1回だけ打ったんですけども、天井単発でもちょっともう無理かなと思って。合わせて何枚ですか。900枚。頑張りましょう、はい、こっちが頑張りましょう、こっちが頑張りましょう、こっちはこっちがありがとうとか、ありがとう、はい、はい、頑張っていきたいと思います。目音まんまい、母ちゃんの調べてないけど、あの胸のこの下でこうっていうのはすごいですね。こうやったら、じゃあ手動かして、手動かして、見えないだろ。見えます見えます。え、この辺しか見えない。まあ半分くらいは見えないですけど。だよな、すごいだお前。なんも入ってないですから、もう本当に、まあ、あのペットボトルやったじゃないですか、あれ良かったですってすごい言われる。打ってて分かんなかったら角見りゃいいや。あ、そうですね、分かりました。今さら誰も覚えてないよ。はい、あふん。さあ、メオトマンマイ今日がこれ4戦目っすね。戦目ということで、ここまで1勝2敗、2回負けてるって、これまずいな、罰ゲームの可能性がちょっと高くなっているところで、というかね、バスケットボールの前にもういいんじゃね、そろそろ出てもさすがに。あ、調教できました。俺を溜めていったらいいわけやった。今日ここはキコーナ神奈川と、さあ神奈川ね、キコー加古川か、キコーナ加古川ということで、まあお店自体も相当広いんですけど、まあカード、あ、このこれは なんて言えばいいんだ、ボーナー MB か。さあこれで調教ゾーンで、このイケイチが増えていくと。ゲージが青まで行きました。マジは関してはな、今更こう何かを消す。ああ、また引いた。おお、鬼だ。さあ緑まで行った。出た、これだ。鬼だ、いい方だ。めっちゃ溜まるんじゃない。お、ちょっと違う。
違うカットインが入った。ユウこれ一気に、うわあ、あ走るわけですな。え、レインボーレインボー、おおうっさぁ、終わりました。なに、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 ナイスアップ。第3コーナーに入ります。妖精戦3スタート、最終コーナーを回してラスト直線に入ります。おぉ、おい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 、どうした。ありました、幸先いい当たりを。73ゲームで頑張れそうです。これ何周期目だったの。4でしたね。なんか、4とかで行くなかったです。5、6、7、そうなんだよ、だから据え置きなんだよ、据え置き。でもこれ昨日いい台じゃん。そうですね、まあ初当たりはかなり軽そう。しかも2000枚置いてるんでしょ。そうですね、だからまあむしろいいことなんだよ。はいはい、じゃあ当たり、まあ当たった、直で当たったんだよ、当たった、はい。あんなバカ野郎知らねえよおいおい知らねえよ難しい、ね、俺らお前快適の情報垂れ流してんじゃねえんだよバカ野郎、お前出しゃいいんだよ。そうですね、出しゃいいんだよ。一番の大きいなんだよ。はいはい、満杯だよな。満杯です、満杯です。そんなバカある関係ねえよ、まあ、ちょっと当たればそういうだろうがんな出しゃいいんだよ、出しゃいよ、出せば OK、 知らねえんだもんバカある。ただただオグリキャップが何かなんか調べろって言ってんだ、俺あるろお前、海外行かないよ、こんな満杯が出ねえんだよオグリの特徴を調べろバカある。オグリキャップはスピードタイプスピードタイプの連動チャンスの期待度アップのメモリアルレースは有馬記念って書いてます。はあ、まあまあまあいいよ、はい、大丈夫ですか。大丈夫じゃねえけどいいよ、もう言っとけ言っとけ。もう今日めっちゃ不安定な2人。30ゲームさあ始まりました。 J1 ロード、さあ次8周目、まだレースいかない。でも鬼調教があるんで、まず赤はいくな、これな。さあ赤まで行きました。これは熱いだろう、意外と。ああ次回予告だ、これは当たったな。ああおおやばい、すごい、よっしゃ。ただまあ同じ当たったんですけど、はい、母ちゃんも終わりそうだよ。終わりそう、あと7ゲーム。さあ奥にで勝ちました。投資は俺結構エムヒさんで、これ1000円ですね。よしよしよし、よーしよーしよーしよし、幸先よし。30かな、30スタート、オグリアップ。これで勝たないと単発で終わっちゃうってことですね。おチャンスアップ、さっき赤までね行きました。やばい、スーってなってる、やばいんじゃないですかこれ。おい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 、短髪は勘弁してくれよおい随分出たね51枚。
あの設定室だ。あ、なんか設定の室があるんですね。終わっちゃいました。51枚という結果で。まんまあ、当たりが近づくよって。クリスエースが出ると天井が短縮されるの。あー、なるほど。なんか良さげな画面が出てんぞ。いきなり。もうこれね、継続するのとしないのが結構はっきりしてんだよね。さあ、チャンスアップは父ちゃんのオーブルキャップが頑張ってる。二度まで。さあ、カットイン出ない、ボタンが出ない。ダメだな父ちゃんも。一緒だな。まあこういう感じやな。こんなに。さあ、まず一発目は単発でした。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくでぃ。